マセラティ・クアトロポルテ、クアトロポルテ、クアトロポーテは、イタリアのマセラティが生産する E セグメントから F セグメントに属するラグジュアリーサルーン。1963年に初代モデルが発売され、2013年から発売された現行型は6代目にあたる。スポーツ走行時の性能とサルーンの快適性を両立させたセダンであり、同社のフラッグシップ車でもある。 社名はイタリア語で、4、4つのを意味する、クアトロと、扉、門の複数型を意味する、ポルテとを組み合わせできた、複合語で、ボディ形状である、4ドアの意味。初代は、カロッツェリア・ピートル・フルアがデザインしたボディに 4100cc、256馬力エンジンを搭載した、最高速度時速 230km の、スーパースポーツサルーンとして、 1963年の鳥のショーでデビューした。1966年までに230台が生産されたところで、エンジンは 4700cc、295馬力に強化され、引き続き1969年の生産終了までに約500台が作られた。4ドアのイタリアンスーパーカーとして、イソリ・ボルタ・フィデアと共にユニークな存在であった。 日本にも当時のディーラー浸透用企業によって数台が輸入された。1968年にシトロエンの傘下に入ったマセラティが初代の生産終了後5年を迎えた1974年の鳥のモーターショーでクアトロポルテイと命名しデビューさせた。シトロエン SM のシャシーにベルトーネがデザインした4ドアボディを乗せた同車史上唯一のハイドロニューマチックサスペンション付き。 FWD 社であった。しかし、前年勃発した第一次オイルショック後の不況に加え、同社のメラクと同じ V 型6気筒エンジンが、車重に対して相対的に力不足であったことから、1978年までに、わずか13台が受注生産されただけに終わった。3代目は、イタルデザイン社のジョルジェット・ジュージアーロによる、性能。 高級感と実用性の組み合わせた、コンセプトカーに近似性を持たせた、全長四百九十一センチメートル、全幅は百八十九センチメートルの大柄であるが、全高は百三十八センチメートルと低く、直線基調で、台形キャビンの重厚かつフォーマルなスタイリングで、九百七十六年に発表された。マセラティをシトロエンから買い取ったデトマソによって三代目は、 クアトロポルティーと命名された。発表後は生産準備に手間取り、実際のデリバリーは1979年からとなった。設計は再び手堅い手法に戻り、フロアパンは親会社となったデトマソの4ドアサルーンドービルのホイールベース延長したものを用いた。サスペンションは前後ともダブルウィッシュボーンの独立型。 エンジンは1950年代以来同社電灯となっている V 型8気筒、4カムで 4200cc、255馬力が標準 4900cc、300馬力もオプションで用意された。4900cc モデルの最高速度は時速 230km と公表されていた。内装はウッドパネルや本革をふんだんに用いた豪華なものであった。 イタリアのスーパースポーツカーの伝統にのっとって設計され、メルセデスベンツ450セル6.9を意識したビジネスマン向け高速サルーンとなった3代目は、市場からの評価も高く、1984年までに1876台が生産された。1986年12月には、マセラキロワイヤルと解消して、大型バンパーや、 サイドシル、アロイホイール部分のステンレス製プレートや、ダッシュボード中央には、楕円のラサール製金時計がはじめ装備された、マセラティの記念碑的なモデル。またリアシートには左右ドアにビルトインされた、ピクニックテーブルが装備されるなど、クアトロポルティと比較しても、より豪華な装備となっている。完全受注生産となったものの、1990年までに53台が生産された。 全長556センチメートルまで引き伸ばしたリムジンも製造された。フィアットの参加に入ったマセラティから1994年に登場した4代目はマルチェロ・ガンディニのデザインによるコンパクトなアグレッシブなデザインを持つ車るまで当時の同社主力車シュビトリボのシ,ャシーを流用したやや小型のモデルに生まれ変わった。しかし、同社のギブリ、2代目と共通の V 型6気筒。 DOHC24 バルブエンジンは 2800cc で280馬力、イタリア国内向け 2000cc では306馬力を誇り、最高速度は3代目を大きく上回る時速 260km2800cc に引き上げられた。さらに1997年にはシャバルと共通の 3200cc336 馬力、 V 型8気筒オーツインターボエンジンモデルが追加され、最高速度は6速マニュアルで、時速 275km、4速オートマチックでも、時速 265km にまで上昇した。1998年に、マセラティが、フェラーリの参加となると、フェラーリ自体も、フィアットの参加にあった、フェラーリの技術が導入されるようになり、クアトロポルテエボルツイオーネーとマナーチェンジを受けた。 ただし、新たに同社の経営者となった、ルカディ・モンテゼ・モロの意向で、ダッシュボード中央の、マセラ・ティロワイアル以来同社のトレードマークの一つであったラサール製のアーモンド型金時計は、ダッシュボードから外されてしまった。量感豊かな本革シートや、木目パネルを多用した内装の様子からは、その明るいカラーコーディネートとも、相まって、当時特に、日本で、だて男が似合う、 乗る車としてのイメージが定着した。4代目が生産中をされて、以降しばらくラインナップから外されていたクアトロポルテであったが、2003年9月に開催された第60回フランクフルトモーターショーで、再び5代目となる新型モデルが発され、翌年春から欧州各国で順次デリバリーが開始された。究極のイタリアンデザインを表現したとされる、 独特のエクステリアのデザインは、同社のモデルとしては、半世紀ぶりに、ピニーファリーが手掛けたもので、当時同社に所属していた、日本人、カーデザイナー、奥山清行によるもの。開発に際しては、当時、マセラティの親会社の立場にあった、フェラーリの技術を積極的に取り入れており、性能、信頼性の両面で従来モデルより、大幅に進歩し、実際市場からも、 高評価を得ている。基本モデルに搭載されるエンジンは4.2リッター、400割機の V 型8気筒、DOHC32 バルブで、フェラーリ回430のものとベースが同じ。車両形式は g h m q p 発表当初のグレード展開は、デュオセレクト、デュセレクトと呼ばれるセミオートマチックトランスミッションを採用した。 クアトロポルテの単一グレードのみであったが、後にいくつかのグレードが追加された。また、市場の要望に応える形で、通常のオートマチックトランスミッションも追加設定された。全長は500センチメートル長全幅は約190センチメートル、重量は約2トンという巨体であるが、ミサオヤス性は極めてナチュラルである。 さすがにライトウェイトカーと同様な軽快さはないが、コーナリング性能は巨体を意識させないほどレベルが高く、ステアリングの切り込みと同時にノーズからインに入っていく感覚が伴う。雑誌媒体などのインプレッションでは、同クラスのライバル車、メルセデス S クラス等と比べて一回り小さな車体を操縦している感覚を伴うと評されている。これには、 同クラスの車両としては非常に珍しくエンジン搭載位置を完全にホイールベースの内側に収めたことが走行していると考えられる。またトランスミッションについてもデュオセレクト搭載のモデルではミッション本体をリアアクスル直前に配置するトランスアクスルレイアウトを採用し前後重量バランスが前47、5、53と最適化されており 運動性能の向上に一役買っている。またオートマチックモデルはトランスミッションの搭載位置が通常通りエンジン広報とされているが、それでも重量バランスはスポーツカーとして理想的な値である前、49,5,51とされており、基本的なキャラクターはディオセレクトと変わらない。なお、この手の中規模生産数の車の割には、 内外装のカラーの選択肢が比較的多く、エクステリアだけでも10色以上のカラー選択が可能である。インテリアに至っては、シートの内側と外側で異なるカラーを選択できることに始まり、パイピングのカラー、ダッシュボードの上側と下側のカラー、ステアリングや天井やカーペットのカラー等、インテリアの大部分のカラーや素材を複数の選択肢から発注時に選択でき、 これら組み合わせをすべて合計すると、実に400万通りにもなる。またホイールデザインや、ブレーキキャリパーのカラーまでも選択でき、二つとない、独自の個体に仕上げられる。また、旧来のマセラティのイメージからは、想像に固い現代装備も揃えられており、一例として、電磁ラッチ式のドアトランクオープナー、トランクには、オートクローズ機能付き、 室内赤外線感知センサー付きのセキュリティシステム、電磁式、パーキングブレーキ、自動解除機能付き、リービングホーム機能、サイドミラーランプ付き、レインセンサー式、オートワイパー、オートライト、電子施錠グローブボックス、マッサージ機能、ベンチレーション機能付きシート、自動棒まばゆ、ミラー、コンソール画面で任意に設定可能なオートロックや、乗降時のコンフォートアクセス等、 数々の快適装備が備えられた一部オプション含む。市場からは、その走行性能の高さや、ラグジュアリーな内装や数多くの快適装備、エレガントさと、スポーティーさを兼ね備えた佇まい、そしてそれらが、信頼性の高い技術の上に成り立っていることとおら、4ドア版フェラーリと比喩された。事実、例えば、日本においては、この5代目クアトロポルテの存在により、 年間販売台数は記録を更新し続けている。また好調な売れ行きを背景に、5代目クワトロポルテをベースにした派生車種として、マセラティクーペの後継者の開発が始まり、2007年にマセラティグラントゥーリズムとして発表された。2008年10月にはマイナーチェンジが行われたが、元々の評価が高く販売台数の低下も目立たなかったため、変更は、 内外装の衣装変化程度に止まった。ただし前日のグラントゥーリズモのラインナップと同調させるため、排気量を4.7リットルに拡大したモデルが新たに設定された。詳細工述クワトロポルテには、後に発表されたグラントゥーリズモにも搭載される90度 V 型8気筒エンジンが搭載されているが、セミオートマチックトランスミッションを採用したモデルと、 オートマチックトンスミッションを採用したモデルとでは各種スペックの詳細が異なっている。5代目クアトロポルテは主要をマーケット全体で好調な売れ行きを示し、2008年にはグラントゥーリズモの本格展開も手伝い、日本でも過去最大の販売台数を記録した。2008年10月には5代目初のマイナーチェンジが実施された。基本構造や 機関類は前期モデルを踏襲しているが、内外装の衣装が一部変更された。また、デュオセレクトが需要源を背景に、ラインナップから外され、オートマティックのみとなった。具体的な変更点は、MC 発表当初のグレード展開は、クアトロポルテと排気量を4.7リットルに拡大した新グレード、クアトロポルテ S の2種。後に、クアトロポルテスを元にパフォーマンスを、 さらに向上させた、クアトロポルテスポーツ GTS が追加された。これにより、クアトロポルテ全体のラインナップは、ノーマルモデルである、クアトロポルテと、排気量を上げパフォーマンス向上を図った、クアトロポルテ S。それをベースに、さらなる性能向上を目指した、クアトロポルテスポーツ GTS の3本立て、すべて、オートマチックとなった。 2013年1月に開催された北米国際オートショーで6代目となる新型モデルが発表された。2013年4月日本市場で発表されクアトロポルテ GTS が導入された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。